勢いよく最初から打ち合いになりました。はい、こんにちは。今回は世界戦の連続 KO 記録やデビュー以来連続 KO など4人の KO 記録保持者を紹介いたします。ゴロフキンはアグレッシブで拳が硬く、パンチを多彩な角度から放ちます。加えてハードトレーニングでスタミナ、耐久性も抜群なので、対戦相手は攻略が難しいでしょう。アマチュアで345勝5敗というレコードを残し、プロでも世界戦17連続 KO 防衛という記録を達成いたしました。右ストレートと左フックが強烈ですが、さらに左ジャブがタイミングと強さが抜群で、この左ジャブで試合を組み立てて優位に立ちます。また相手のガードの形勢を見抜き、フックの軌道を変えてヒットさせダメージを与えます。バズーカと呼ばれたウィルフレッド・ゴメスはアマチュア時代には15歳の時にオリンピックに出場し、18歳でプロデビューいたしました。デビュー戦は引き分けでしたが、2戦目から32試合連続 KO をしたのです。その間スーパーバンタム級の王座を17度連続防衛し、全て KO 勝利という記録も残しているのです。ゴメスは6度目の防衛戦で52戦全勝 51KO の WBC 世界バンタム級王者カルロス・サラテの挑戦を受けます。戦前の予想ではサラテが有利でしたが、サラテが試合直前に風邪をひき、また減量で苦しみました。サラテは体調不良のためもあって勝ちを急ぎ前に出ますが、王者ゴメスが巧みにいなし、4ラウンドに強烈な左フックのカウンターが炸裂するのです。5ラウンド、ついにサラテがバズーカの連打の前に力尽きてしまいます。ゴメスはその後も世界王座の防衛を続け、17度目の防衛戦に世界バンタム級王座を8度防衛したルペ・ピントールを迎えました。ゴメスは16度の防衛戦のすべてを KO で飾っており、対するピントールはカルロス・ファラテから王座を奪い、村田英二郎選手やハリケーンテル選手を相手に防衛した実力者です。
この試合は城小泉さんが歴代激闘トップ3に上げるほどの激しい試合で、ピントールはゴメスのバズーカ砲のパンチに鉄壁の防御を打ち破られはしますが、ひるまずに反撃をし、お互い死力を尽くして打ち合うのです。13ラウンドまでの採点は2対1と拮抗しつつ、ゴメスが優勢ながら、14ラウンドにゴメスはタフで誇り高きメキシカンファイターをバズーカ砲のパンチで倒しにかかります。バズーカゴメス。23歳、非常にハンソンボーイです。挑戦者はアセリのフレイタス。20戦全勝、全 KO のアセリのフレイタスは WBO 世界スーパーフェザー級王者アナトリ・アレクサンドロフに挑戦いたしました。初回からフレイタスは圧倒的パワーで経験豊富な王者を追い詰めていきます。身長は168センチとスーパーフェザー級やライト級ではやや小柄ですが、野性味あふれ豪快で躍動感のあるファイトスタイルで常に相手を圧倒していきます。フレイタスは2つの階級で世界王座に戴冠し、そのファイトスタイルで人気を得て、特に母国ブラジルでは国民的英雄と言っていいほどの人気を獲得いたしました。バレロが日本で初めて試合をしたときは15戦全勝全 KO で全て1ラウンドで KO しており、対戦相手は2ラウンドまで進んだら100万円ゲットできるという企画で相手を公募し、坂東選手が名乗りを上げましたが、開始15秒でダウンを奪われました。バレロは20戦目に WBA 世界スーパーフェザー級王者のビセンテ・モスケラに挑戦しました。モスケラはガードが高く、バレロの突進に後退しないフィジカルの強さを持つ王者で、バレロ相手に打ち合いに応じます。バレロのスタイルは強烈で重いパンチを連続で放つ荒削りなスタイルですが、相手が打ち返すとカウンターで迎え撃つ本能を持っており、連打の中でカウンターを打ち込んでくるのです。バレロの逸話で有名な話ですが、みんなバレロとスパーリングするのが嫌なので、お金を払ってスパーリングパートナーを集めていました。そしてバレロは真夏であろうとサウナスーツを着て、家からジムまで5キロ以上走ってきて、ジムに到着すると準備運動なしでただバンテージを巻くだけでスパーリングを始めました。
時にはスパーリングで4人連続 KO したりもしたそうです。バレロは25戦目に1階級上のライト級の WBC 世界王座決定戦でアントニオ・ピタルアと拳を交えました。バレロは嵐のような連打で畳みかけ、世界2階級制覇を達成いたします。しかしこの試合の1年後、27戦全勝 27KO のパーフェクトレコードを残してあの世に旅立ちました。